知県の瀬戸では専門の職人が分業で焼き物作りを進める窯を本業窯と呼んできました。しかし時代の流れの中で分業制は廃れ、機械化が進み、伝統的な本業作りを守る窯は今では瀬戸本業窯1軒となりました。今から50年ほど前、瀬戸本業窯6代目水野半次郎は柳宗悦が提唱した民芸と出会い、用の美、つまり使ってこそ美しいという思想に感銘を受けました。その時、本業窯の伝統と手仕事を続けていくことに確信を得たといいます。その志は7代目水野半次郎さん、その息子水野雄介さんに受け継がれ、江戸時代から続く石皿や木瀬戸、緑釉、染付など特徴ある作品を生み出し続けています。本業窯の仕事は分業制、それぞれの作り手は日々の修行を重ね、技を競い、現代の生活や感性と合うように作り込んでいきます。また後継者が途絶えた書き手の技術を育てる取り組みを行う中で、特に女性の職人が多く育っています。実際に作っているものは日々の暮らし、食卓の上で使う、器になりますので、もう毎日使っていただく、そういった作品っていうことは自分たちであんまり表現はしないですね。生活道具であるっていうことでしょうか。私たちの作る器って出来上がって完成ではないんですよね。それがやっぱりこう日常家庭の中で使われていくっていう、そこからが逆にもう始まりであるのかなという、そんなふうに考えてます。ですからその、使って器を育てていくっていうような、そういう表現をしたりしますが、そこからやっぱりこう愛着であったり、こう時間を蓄積していく、そうしていくことでその人の中での価値がこう上がっていく、そういうようなことがやっぱり使うっていうところから、始まっていくのかなというふうに捉えています。これこそ6代目が大切にしてきた用の美の精神。7代目半次郎さんと雄介さんはこの精神を使い手に届ける発信を絶えず行っています。